皆さん毎度です、マッドです。本日はですねお知らせがあります。今までですね GoPro 7、まあ、7ですねで撮影してましたが、今回から9ですね、 GoPro 9で撮影をしていきます。この7はですね2020年の2月に購入しましてですね、まあ様々なあの使い方でですね使い倒してきました。これはその使い方をご紹介した時の動画なんですが、あのこの GoPro 7でもですね全くあの不満はない状態ではあったんですけども、まあ、そろそろあの私自身もアップデートしないといけないなということでですね、値段もこなれてきたので9にあの変貌を遂げようというかアップデートしようと思い今回導入しました。でこのですねカメラに関することはまた別でですねやっていこうかと思います。では早速、洗車の方行ってみましょう。汚いですね、全然洗ってませんね。これカメラでは全然わからないんですが結構汚れてるんですよね。年末にあのウィンドウのトラブルがあったので、さすがに洗車をして修理っていうのもなんなので、あのずっと洗車を後回しにしてました。ないですね。ということで今回は洗車編ということで、あの GoPro 9のテストも兼ねてやっていきます。はい、まずは水ですね。何はなくとも水でですねあのホコリを落としていきます。ここはですね馴染みの洗車場というかいつも来ているところなんですけども、また今回もですねハズレを引いてしまいました。というのがこのグリップからですね水が漏れてるんですね。で今回の新兵器ですね、ソナックスのシャンプーを導入しました。やっぱりドイツ車はソナックスです。はい、そうなんです、ドイツ車なのでやはりあのソナックスさんを使わないとということで今回あのチャレンジしていました。今までジーオンのですねシャンプーを使ってたんですけども、泡立ちがいまいちだなというのを思ってましてですね、あのそれであのちょっとあの変えてみようと思いまして、あの評判の良かったあのソナックスさんの方をですねあの導入してみました。で今回なんですけども、結果的にはですねこのソナックスのシャンプーは大当たりでしたね。この見ていただいたら分かりますが、あのシャンプーの泡立ちがですね非常にあの何ていうんですか残るというか、しっかり泡立っているというか、これがあの汚れを浮かせてくれるんじゃないかなと勝手に思っております。まあドイツ車です、ドイツメーカーですんで、あの BMW との相性もいいでしょうから、まああの変な塗装を犯したりとかそういった作用はないんじゃないかなと思っております。はい、次はですね水洗いですね。その前にちょっとこんな感じです。泡立ちはいい感じですね。ジーオンさんも悪くはなかったんですけど、ちょっといまいちだったんですよね。泡立ちが、泡が消えやすいというか、ちょっと洗ってる気にならないのでですね、この泡立ちが持つというのもですね結構重要なポイントかなと思います。はい、まずはこのシャンプーを流していきます。で前回のですねコーティングというかジーオンのですねウェットコートがですねやっぱりまだ生きてるようでして、まあ、全然こう弾いてくれるんですけどね。ただまあせっかくなのでですね今回はあの結構やりきろうと思いまして、あの洗車の方をあのやってしつこくというかしっかりとやっていこうと思っております。はい、次ですねあの水洗いというのが終わった後ですね、次はホイールをやっていきます。今回の主題が実はこのホイールだったんですね。このフロントのですねホイールがですねむちゃくちゃ汚かったんですね。これはですねもうドイツ車の宿命ではあるんですけど、私もあの一応ディクセルさんのですね低ダストのパッドに変えてはいるんですけども、やっぱりあのちょっと出てきますねダストの方が。はい、これで洗い流します。
はい、綺麗になりましたね。これもソナックスさんのホイールクリーナーを使っております。バッチリです。はい、で今回ですね、エンジンルームの中もですね、あの中性洗剤で洗いました。で、エアーで飛ばしているところですね。こうしておけばですね、オイルが漏れたり吹いた時もですね、よくすぐ分かりますんで、これは定期的にやっておきたいポイントですね。はい、エンジン内部の洗浄は終わりました。はい、次ですね。次はですね、このジーヨンさんのウェットコートですね。これをやっていきます。これはですね、何はなくとも水が大事です。とにかく水をですね、大量にかけながらこのスプレーをかけていきます。もうそれだけです。もうこの手軽さがですね、病みつきになってしまうというか、もうむちゃくちゃ簡単なので、私のようなズボラな人間にはですね、もうぴったりかなと思います。私も昔から洗車は好きな方ですが、やはりなんて言いましょうか、固形ワックスとかですね、粘土で鉄を取ったりというのはですね、もうちょっとあんまりやってられないというか、まあ、めんどくさいですね、はっきり言って。なのでこのウェットコートをですね、やっておけば、まあある程度は大丈夫なんじゃないかなと思っております。でコーティングが終わった後ですね、できる範囲でですね、エアーでちょっと飛ばしておいて、その後ですね、これは超おすすめなんですが、このジーヨンさんのですね、シルクドライっていうんですかね、このタオルですね、これで水滴というか水を取っていきます。これはもう感動ものなぐらい取れます。このウェットコートとのですね、相性というか、この抜群ですね。私はセットで買ったんですけども、これはもうなるほどのセットですね。ウェットコートをやった後だと水滴が玉になりますんで、それをですね、このシルキードライをですね、こんな感じで撫でるだけでですね、水がスパッと取れます。最後細かいところはこんな感じで取っていってということで、洗車は一旦終了となります。いやー、綺麗になりましたね。こういう感じで使っていきます。雑巾のようにこすったりしないように。はい、最後ですね、仕上がりを見てみましょう。終わった。で今回ですね、9を初めて使ったんですけども、画質そのものは変えておりません。なので7とですね、そう変わらないんじゃないかなと思っております。まだ YouTube にアップしてませんので、出来上がり自体はわからないですけども、まあ、そこがちょっと楽しみですね。変な風になってたらですね、また工夫していきますんで、皆さんそんなに怒らないでくださいね、画質が悪かったとしても。はい、という感じで本日は洗車とですね、 GoPro9 の導入編でした。まだですね、GoPro9 で必要なものをですね、買い揃えていないので、地道にですね、買い揃えていってですね、今年ですね、2024年シーズンは撮影していこうと思っております。ということで、今年の Go マッドですね、チューブザ Go マッドを皆さんご期待ください。それではまたフィールドでお会いしましょう。 See ya!